歪みシリコンは半導体演算素子の高速化技術の一つである。シリコン結晶の表面の半導体を構築する部分だけを想像に、シリコン原子同士の間隔を広くした結晶構造であり、その技術とそれから得られるウェファー製品である。シリコン結晶内のシリコン原子同士の間隔が広がることで自由電子の有効質量が小さくなり、これらの電子が移動しやすくなる。 電子の移動度が向上することで、半導体素子の高速動作が可能となり、抵抗値の減少によって、消費電力も少なくなる。通常は、表面の面内方向に対し、東方的な歪み、つまりに軸性歪みとなる。歪みシリコンの結晶配列モデル図は、シリコンウェハーの断面を横方向から見た場合の結晶配列を表す。図の上側が、 半導体回路が構築される。シリコンウェハーの表面になり、下側がシリコンウェハーの内部になる。中央の層にゲルマニウムとシリコンの強小組織が作られる。図の手前方向と奥方向にも結晶は並んでいる。ゲルマニウム原子の結晶間隔が広いために、その上に構築されるシリコン層もそれに引きずられて結晶間隔が広がる。シリコンと 強症される元素は、ゲルマニウムに限定されるわけではない。基本的な製造方法は、通常のシリコンウェハーを土台として、その上にゲルマニウムを添加したシリコンを薄く、結晶成長させ、その上にさらにシリコン結晶層を築くことである。歪みシリコン加工による、一般的な効果は、動作速度が十数パーセント程度向上する点である。 21世紀初頭現在の歪みシリコン加工の用途は高速演算性能が特に求められる p c 用や携帯電子機器用のデジタル演算用半導体製品である。用途を制限する要因は歪みシリコン加工のウェーハーのコスト及び当該ウェーハーを利用した際の製造技術の複雑さである。すなわちウェーハーは歪みシリコン加工自体が 加工雰囲気と純度を高度に調整しながら結晶層を成長させる技術や手間が必要となるため効果となる。また、ウェハーを利用する回路の製造手法はウェハー上に回路素子を構築する過程でのシリコン回路側へのゲルマニウムの熱拡散を防止する等の工夫が必要となるため複雑となる。歪みシリコンのアイデアは2001年のベルシーシンポジウムで 米 IBM 社が2件の論文を発表したことが最初とされる。ありがとうございます。